およこんにちは。ニュースで韓国語は私、韓国生まれ、日本育ち、わたがたしてきた韓国人のジュジュと、日本生まれ韓国在住経験があり、仕事やプライベートで行き来できるような日が早く来てほしい、えー、日本人のヨッシーが、韓国の今がわかるハフポストコリアのニュースを韓国語と日本語で読んで、日本語、韓国語、時にちゃんぽんでおしゃべりするポッドキャストです。 というわけで、秋足が近づいてまいりました。はーい、秋ですね。秋ですね。うん。うん。昨日はあのうちの息子の奥い染めペギリジャンチをやったんです。ほうほうほう。両家の爺爺バーバーハラボチハルモニーを呼んでうちうち、はい、でささやかにやりましたほうほうほうやりました。にぎやかに。そうですね。うん、はい。で何掴んだんな。<laughs> ああ、違いますあの、ペギリジャンチュだからまだそういうあそっかうんつかむのはトリジャンチュああそうかそうかそうでしたね日韓ちゃんぽん100日をやりました、えー、何を食べたんですか韓国式にもちを食べて、うんうん、で日本式に鯛焼いたり煮物とか新大久保でねおもち屋さんが、うん、韓国のもち屋さんがあってはいはいあのつきたてを朝 配配達達ししてててくくれれここまでるはいなのでつきたての美味しいお餅を食べへえ<ー>はいで私の両親からはこんなのつけないよっていう感じの金のネックレスを<あ>金の鎖を息子にもらいました。<laughs> へーそう日本だとなんかヤクザさんがつけてそうわ <laughs> <laughs> かりますわかりますね韓国人は時々つけてますねでもね両親曰わく、ね、ペギリちゃんちだから金を、ね、用意しなきゃいけないとほうプジャガデラゴ いやー金はやっぱり換金できるじゃないですか <laughs> 結構現実的だね<や><こ>本当に本当にだから昔から金娘の時は金の指輪を韓国で買ってきてくれてたんですけどはい、はい、そうだったよねなんかそんな話をここで聞いた記憶がでもコロナだから行けないから今回は日本で入手した金の鎖なんだけど<ー> <laughs> いや本当に <laughs>。 ジュジュさん自分が取るちゃんチでもらった金のなんとかって覚えてる私のはね売ったんだってすごい <laughs> 売ったんだ <laughs> うん売ったらしい弟のだけ残ってるらしいへえ売ってそのお金をもらったわけではないよねもらったわけではなく生活費になったんじゃないですかねなるほどねん、うん、ため息が出ちゃいますねなんかそういう話を聞いてるとね、うん、だからもしユージがね 起きたら金の鎖を掴んで逃げないとね、うん、なるほどでもジジュさんのご両親も朝鮮戦争後の世代なのでそんなに「<laughs> <laughs> <laughs> 有事」みたいなことはあんまり頭にないような気もするけど、うん、いやでも韓国は「金」ですもんねそうですね あの、ちょっとまた話は変わるんですけど、私あの、82年生まれキム・ジオンを死者で先日見まして。うん、どうでしたなんか本当に全然原作とは違う。あら。っていうか多分ね、原作をそのまま忠実に映像化するとね、もうみんな崖から飛び降りて死ぬしかなくなっちゃうんだと思うのよ。ふふふ。うん。 で、まあだから映像として、あの世界を表現するためにというか、あの、あそこで書かれてることを訴えるために、構成からガラリと変えて、原作にはなかったストーリーも出てくるし。うん、で、原作ってやっぱり読んでるとすごい最後は暗い気分になるじゃないですか。はい。うん。あの映画はね、見終わってなんかすごい明るい気持ちになる。ああ、そうなんだ。うん。それがそれで嫌だという人もいるかもしれない。へえー。うん 一つ、ネタバレというほどではないな。あの、中学生ぐらいだったか、高校生ぐらいだったかのキム・ジヨンがバスの中で、変な男の子に。あ、高校の時ですね。うん。うん、変な男の子になんか後をつけ回されて、はい、たまたま向かいの席に座っていたおばちゃんが、携帯電話をこっそり貸してくれて、うんうん、そこでお父さんにヘルプのメッセージを打つっていうのがあったじゃないですか。向かいに座っていたおばちゃんの役がですね、はい、椿の花咲く頃に出てくるチャヨン弁護士なんですよ。お ま多分まだ出てこないかもしれない。うん、あの、のぎゅっての妻。なるほど。<laughs> とにかく、え、ツパキの花咲き頃のチャイオン弁護士はものすごい強烈なキャラクターなので、なんか、うん、あの、<laughs> 同じ顔が画面の中にあるとちょっとなんかものすごい存在感を放ってへー。 という、ま、あすいません。どうでもいい話でした。はい、まあいずれにせよ、じゃあちょっと、ジュジュさん公開後に見に行って。そうですね。うん。またちょっと感想を話す会をやろうじゃないのと。ああ、キジヨンスペシャル。また、何回やっただろう。と <laughs> ですね。<laughs> <laughs> <laughs> という感じですけど。まあ、あの、この話が、なぜいきなりヌーダドプシー・イロン・ニエギアという話なんですが、うんうん、全部実はつながってきていて、今日のニュースと。はい、韓国はもうすぐ中足でございます。今年は10月何日だっけなえっと、お休みは9月の30日から10月の2日。2> というわけで、えっ、ー、と、もうすぐ中足なんですけど、今年はコロナなので、そもそも中足とか、ミョンジョルは、 民族大移動と言われる韓国ですけれども、なるべく規制は避けてと、日本でもありましたよね、うん。というのですが、そんな簡単な話じゃねえよと悩んでいる、悶々と悩んでいる女性が結構多いらしいという話。うん ソウルトンジャックで在宅勤務をしているイシさんは最近、中足、休本連休の間、子供を連れて夫の実家に必ず行かなければならないか悩んでいる。自家用車で移動するというが、新型コロナの拡散状況が尋常でない状況で、移動自体が敬遠されるためだ。イシさんは、夫の実家から別に話がないので、長兄の家は田舎へ行くというが、私も夫に行くなとは言えないだろうとため息をついた。無論、状況を説明して理解を求める方法もあるが、自分から言うことも容易ではない。 서울 동작구에서 재택근무를 하고 있는 이모 씨 33은 최근 추석 연휴 기간 아이를 데리고 시가에 꼭 가야 하는지 고민에 빠졌다. 자차로 이동한다지만 코로나19 전파 상황이 심상치 않은 상황에서 이동 자체가 꺼려지기 때문이다. 이 씨는 시댁에서별 말이 없으니 큰양님 댁은 시골에 간다는데 저도 남편에게 가지 말자고는 할순 없을 것 같아요라고 말하며 한숨지었다. 물론 상황을 설명하고 이해를 구하는 방법도 있지만 이를 먼저 말하는 것도 쉽지 않은 일이다. 서울네 직장에 가요 안산화 올해는 妻と相談した後両親に連休期間中に帰省できないと話したが言うまでなかなか決心できなかったといい両親からもニュースを見て帰ってくるなと言われていたが 서울에서 직장을 다니는 안모씨는 올해는 아내와 상의한 뒤 부모님에게 연휴 기간 고향에 내려가지 못한다고 말씀을 드렸지만 말씀을 드리기까지 마음 먹기가 쉽지 않았다며 부모님께서도 뉴스를 보시고 내려오지 말라고는 하시는데 마음이 영 찜찜하다고 말했다 8월 26일 생가대의국민생게시판에한 今年の地足連休どうかなくしてくださいという文章には嫁と推定される請願人の訴えが書かれている。どうか地足連休の地域間移動を制限してくださいという文章でもある請願人は私だけでなくこの国のほとんどの嫁たちは両親に今年の地足はいけませんと言えないとしてしかし今年の面接はどうかなくなったらいいなという気持ちでいっぱいだと書いた。 게시판에 등장한 "이번 추석 연휴 제발 없애 주시길 부탁드립니다"라는 글에는 며느리로 추정되는 청원인이 하소연이 적혀 있다. 제발 추석 연휴 지역 간 이동 제한해주세요 라는 글에서도 한 청원인은 저뿐만 아니라 이 나라 거의 모든 며느들이 어머니 아버지에게 이번 추석에는 못 가겠습니다 라고 말하지 못한다며 그러나 올해의 명절은 제발 없어졌으면 하는 마음이 간절하다고 적었다. 一方保健福부中央지구収集本部의 송영래 전략기획반장은 9월 9일 브리핑에서 추석에 대해

マイ드리기어렵겠죠あまれど。ええー、あの、それこそ、キムジオンも、うん、つばきもそうなんだけどさ、うん、あの、塩モニの絶大なる権力。うん、あの感覚、ちょっと日本と違うところでさ、キム、うん、ジオンも、原作は冒頭が、キムジオンと一家が、旦那の実家のプサンに帰省してそこで、 えー、キムジオンがちょっと変な感じになってしまうというところから始まるわけじゃない。うん、はい。で、あの、映画は実はそこからさらにストーリーが展開していくんだけど、現代のストーリーが。ーはい。だから原作にはない話がいろいろ出てくるんだけど。んやっぱなんか、あんまり詳しく言えないんだけれど、ある決定的な場面でこの塩もにはぐわっと、キムジオンの足首を掴むのね。これは、比喩ね。あ、ひゆね。キムジオンを抑え込みにかかるのね。ううーん。うん で、やっぱりキムジオンはそこにだんまりくってしまうではないけれど。うん。うん。かと思うと、椿の花咲く頃はさっき言ったチャヨン弁護士がなんか正々堂々と塩モニに立ち向かう <laughs>。おー、ました。なんかこの塩モニもまたすごい嫌なやつなんだけれど。<laughs> あの、<laughs> 妻であり弁護士のチャヨンはなんかもうさらに嫌味を嫌味で言い返すみたいななんか、すごいバトルをする場面があって。 음~ 그런 この, 그런 시어머니 프레셔한테 "그런데 이~ 스고이노카도" @웃음 그런 생각도 했었는데 저는 남편이 일본 사람이니까 그~ 시어머니도 일본 분이시지만 그래도 음~ 뭔가 부탁을 드릴 때는 좀 어려워요 말씀드리기 아~ 음~ 허허허 그까 그러니까 러니 뭔가 부탁할 때는 역시 남편을 통해서 "응~ 언니가 좀 얘기해주라"라고 남편한테 시키고. うん。うん。 그거는 한국이든 일본이든 며느리 입장으로서는 똑같지 않을까 싶은데. 뭐, 다른 사람의 어머니라서 그런 건 있을 텐데, 근데 올해 코로나 때문에 이런 상황에서 미안해요, 추석 못 가겠어요 라고도 말할 수 없나요? 네, 음, 코로나를 핑계로, 핑계가 아니라 사실 코로나 때문에 그러니까 말씀 드릴 수 있을 것 같지만, うんうん、でも実はやっぱりシデックに行くとものすごい重労働になってしまって、本音では実はそれをやりたくないということを見透かされないためではという思いもあるのかしら<笑><笑>実は。これすぐ行けた。キム・ジヨンもなんで私はソウルの実家には帰れないのに、 プサンのシデ国クには毎年行かなければならないのかみたいな話が出てきて、うん、で、その後、実は映画の、えー、キムジオンでは、あのソウルの自分の実家にキムジヨンが帰るっていう場面が出てくるんだけどね。えー、まあ、その辺は見てください。うん、うん、うん、うん。이게명절에、그、집에가는순서같은것도、남편집안을먼저가고、うん、그다음에、그、처가쪽으로가고、うん、그런순서가 いっちゃないよ。これは日本에도있는か。男性側をまず訪問したうえ、妻側をいやそれは本当に人によると思うな。あのそういう決まりはないと思う。昔はもしかしたら田舎とか昔の旧来の家父長制的な家族制度の時はあったのかもしれないけれど、うんあそもそもそうか。 ちょっと韓国と違うのは、あの、日本の場合は結婚すると、えっ、ー、と、夫の家に入るっていう、妻の実家からすると自分の娘ではなくなるみたいな、そういう感覚があるもんだから、やっぱり妻が自分の実家に帰るっていうのはよっぽどのことが、<ー>よっぽどのことがない限りなかった。だから、うん、夫婦喧嘩をした時の妻のあの殺し文句は実家に帰ります。というわけじゃない、日本では。 음 응, 아는 셔, 리혼의한포대前ぐらいな 아, そういうことなのか.そういう言葉を意味するわけだよんそうか. 아니, 저는 이번 설날에 우리 집을, 그러니까 저희 집을 먼저 방문하고 그 다음에 그 남편 쪽으로 갔거든요. 응. 음. 그러니까 우리 집에서 저희 아빠가 응 음, 그래도 되겠느냐라고 조금 안 좋게 보셨어요. 하. 음. 근데 저는 그냥 그게 더 편해서. 응. 음. 음. 여러 가지 일정이 있고 모이는 사람들이 있고 그렇게 생각하면은 우리 집 먼저 가고 그 다음에 남편 집으로 가는 게더 순조롭게 갈수 있었어요. 음. 그러, 그래서 그렇게 하기로 했었는데 그래서 결국은 그렇게 했었지만 저희 아빠는 아무래도 그 시댁을 먼저 가야 되지 않겠냐 그렇게 말씀을 하시더라고요. 아, 뭐 일본인은 ほぼ 신경 쓰지 않도네 음, 네. 워難しいね.本当に妻の実家にだけずっと 入り浸ってしまう旦那も世の中にはいるし<ー>、うん。全くどっちかに帰らないみたいな人も結構いるしね。う,んうちはなんかコブカルトゥンが全くないので。うん、素晴らしい。うちの妻は逆に自分の実家に全然帰らない。<ー>うん、そうなのか。うん、か今年の住足はちょっと変わってて、そうは言ってもやっぱり帰省する人は少ないみたい。うん あの、韓国鉄道、国鉄が、中足の期間の指定席の販売を、あの、窓側の座席だけ売り出したんだって。うーん。うん。コロナ対策で。でも、売れたのはその半分ぐらいだったっ。ああ<ー>。半分以下。ほんまや。うん,うん。だから、それを予約率はなんか、去年の半分強とからしい。ああ。 一番多いのが9月30日、その、地足の連休の初日の下りでも、やっぱ予約率42.6%とからしいの。えー、まあまあ。まあ、韓国人みんな車で移動するからね。うんそういう部分もあるのかもしれないけれど。渋滞がすごそうですね。うん、でも今年は多分スイスイ行く方なんじゃないうーん、なのかなうん。 というわけで2本目はですね、こういう記事が出るのもなかなか韓国らしいなと思うやつ。関連の記事ですが。中速休盆を控え、新型コロナウイルス感染症の拡散の勢いが下火にならない中、祖先への礼儀を守るため、必ずしも家族らが一箇所に集まって手差、採取を行い、墓参りする必要はないという専門家らの意見が出た。 추석을 앞두고 신종 코로나 바이러스 감염증, 코로나19의 확산세가 누그러지, 누그러들지 않는 가운데 조상에 대한 예를 지키기 위해 꼭 가족들이 한 곳에 모여 차례를 지내고 섬멸할 필요는 없다는 전문가들의 의견이 나왔다. 김미영한국국학신공인주석연구원은 동선 시대にも災害がある場合祭祀はもちろん차례를省略する場合が多かったとして今回の 추석의 祭祀は省略するのが正しいという見解を伝えた 김미영 한국국학진흥원 수석연구원은 조선시대에도 재해가 있, 있는 경우 제사는 물론 차례를 생략하는 경우가 많았다라며 이번 추석 차례를 생략하는 게 맞다는 입장을 전했다. キム研究員は、国学振興院が所蔵している、コアンサンキム氏、慶願日録など多様な日記資料を見ると、どの時期でも、祭事や名説を省略したという記録が見られるとして、国難を理由に名説を簡略に送るのは前例がなかったわけではないと説明した。彼は、結局、祭日や祝日は形式よりも精神が重要だとして、感染症が広がる状況で非対面で祭事を行い、墓参りは距離上最も近い兄弟や代表者が行うのは、礼法上全く問題にならないと明らかに。 김 연구원은 국학진흥원에서 소장 중인 《광상김씨》, 《계암일록》 등 다양한 일기 자료들을 보면 어느 시기에서나 대사나 명절을 생략했다는 기록을 찾아볼 수 있다면, 국난을 이유로 명절을 간략히 보내는 것이 전례가 없었던 것은 아니다 라고 설명했다. 그는 결국 차례나 명절은 형식보다 정신이 더 중요하다며, 감면병이 확산되는 상황에서 비대면 방식으로 차례를 지내고, 성묘를 거리상 가장 가까운 형제나 대표자가 하는 것은 예법상 전혀 문제가 되지 않는다고 밝혔다. パク・カンヨン、ソン・ギュンガン儀礼部長も、今回の本質的な意味や祖先を称え、現在の状況に合わせて最大限礼を尽くすことになると説明した。ただ、パク儀礼部長は、オンラインで採取を行うことについては、時期尚早だと思う。むしろ、伝統文化を正しく知り、礼を守るのではなく、見た目だけを、えー、取り繕おうとしているようだと指摘した。 박광영 성균관 의뢰부장도 차례의 본질적인 의미는 조상을 기리고 현 상황에 맞춰 최대한 예를 갖추는 것에 있다고 설명했다. 다만 박 의뢰부장은 온라인으로 차례를 지내는 것에 대해서는 시기상조인 것 같다. 오히려 정통문화를 올바르게 알고 예를 지키는 것이 아니라 구색만 맞추려는 것처럼 보인다고 지적했다. 이때 전세연수장은 11일 정부 서울청사에서 열린 중앙재난안전대책본부회의에 한편 정세균 국무총리는 지난 11일 정부 서울청사에서 열린 중앙재난안전대책본부 회의에서 올해 추석만큼은 어르신들의 건강과 안전을 지켜드리기 위해서라도 고향 방문이나 이동을 최대한 자제해 줄 것을 간곡히 요청드린다라며, 이번 추석은 멀리서 마음으로 정을 나누는 것이 오히려 효도일 수 있다고 말했다. という、まあ一つキャンペーン記事ですね。この、専門家らの意見を集めて今年は主足に行かないでもいいんだ。ご飯でチェをしなくてもいいのだと、専門家も言ってるではないかというキャンペーン的な記事ですね。ねえ。あに、そのオンラインちゃんたごせん생각なんで。ダメなんですかね、やっぱり。ねえ、オンラインジェ <laughs> うん。うんやっぱり、あの、お墓の前でやるやつかな。うん,うん。 あそうではないでしょう、う必ずしも。そうではない。まあ、うん、そうでは必ずしもないけれど。あの、家、家でやるチェサもあるから。ああ、あるよね。うん。うん、あの、あの、映画のキムジヨンにも出てくるんだ。マンションの室でチェサをやる場面が。うんうん、はい。やっぱりなんかそこら辺は一線を引くのだな。うん、オンラインチェサ、아주괜찮은것같은데。ううん。うーん。よくないでうん まあなんか日本はね、結構その辺合理化が進んでるから、死者とかなんか霊魂とかそういうものに対する考え方がやっぱり根本的に違うような気がする。で、これもソウルにいる人は別にこう百に行かなくてもいいですよとは言いつつも、うん、その、地元に住んでいる近くの人たちだけでやってくださいねって、だから、や、うん,う,んうん。手続きは省略してもいいけどねとは言うけど、やっぱりや、やらないでいいとは言わないわけだよね。ねで、그러니까のオンラインを할거면은、차라리안하는게낫고、 하지만 누군가는 해야 되고. so. 음. 응. 온라인 지사 중계는 ダメなのか 네. 음. 응. 온라인で中継するぐらいだったらもう遠くから心だけ気持ちだけ会わせろということなのか。なんかそれも変な気がするぞ. <laughs> 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 저 이번 6월달에 둘째 출산을 했잖아요. <laughs> 남편이 함께 코로나 대책으로. 아, 남편이 함께 있을 수 없었으니까. 네でしたね 응, 그러니까 온라인 중계를 했었어요. 아, 출산을 에? 할 때. 에, 온라인 출산중계したの 응,すごい. 응すごい그れはな 응. 그냥 라인을, 라인을 연결해가지고, 응, 그냥 통화하면서, 영상 통화하면서, 그냥 그랬었는데, 응. 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 그래서 온라인 중계 괜찮네라고 아주 생각하고 있었기 때문에, 응. 음... 남눈물나흘렸다 마사카... <웃음> <웃음> 야, 좋았다, 좋았다. 되게 온도차가 있었어요. <웃음> 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 아니, 그때, 그러니까 온라인이어도 그래도 어, 뭔가 통하는 거는 통하구나라고 그렇게 생각했었거든요. 아,なるほど, 네. 음, 그러니까 온라인 제사도 괜찮을 것 같은데. 음... 日本ってさ、マンション式墓地が増えてるのよ。マンション式墓地うん。一回見に行ったことあるんだけど、新宿の駅の、駅から徒歩2分とか、あと、なんかものすごい一等地に、コインロッカー式墓地っていうのか。ああ<ー>。あのー、要は骨壺を。ああ、はい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 。韓国에도있어요。<laughs> あ、韓国にもあるんだ。うんうん、うん。なんか結構今、都心に結構いっぱい増えていて、そういうところが。聞いてるとやっぱり今、あの、田舎の大きなお墓、ああいうのをもう維持するのが大変になっていて、その田舎の後継ぎの、田舎の地方の名家の後継ぎみたいな人がどんどん少なくなっていて、で、またそういう人はどんどん高齢になっているから、 大体いいそういうお墓って山の上にあるじゃない韓国もそうだけど、はいうん、墓を維持するのがとても体力的にもあのうんマンパワー的にも耐えられないってああそうですよね <laughs> いずれ韓国もそういう時代が来るでね이<の> 산에 있는데, 근데 거기가 모기나 여러 벌레들이랑 싸우면서 등산을 해야 돼요. 그래서 항상 갈 때마다 되게 힘들었던 기억. 해, 몇 년에 한 번씩 가는 런곳요 옛날에는 옛날에는 자주 갔었죠. 음. 이제는 그누군가몇 년에 한 번씩 가서 그런 걸 하는 거예요. 지금도 계시니까. うん、そうね。あ,あ、そうか。その、チョルラドの、うん、あの、山の中にあるという。うんうん、うちもね、なんか、山の中にある霊園に、あの、お墓があるんだけど、親戚たちが墓じまいすると言っていて。 え、あのー、埼玉の。あ、そっちじゃない、そっちじゃない。あ、別の方ですか。うん。あの、鎌倉の山の方に母方の墓地があるんだけど、うん、誰も鎌倉周辺に住んでいないし、行くのがそもそも大変だからっていう感じで。うん。あの、日本と一緒で韓国もこれからどんどん少子高齢化と地方の衰退が始まっていくので、結構このお墓を守るための地方の後継ぎっていうのもきっとどんどん少なくなっていくから、そうすると、 墓を誰が守っていくのかっていうのは結構大きな問題になっていくと思うんだよな。うん今の話聞いて思い出したのが、うん、うちの父が三兄弟なんですけど、うちは日本にいるし、次男父が一番上で、次男の家はカナダにいるし、ええ、で 三男だけが韓国にいるんですよ。<ー>で、多分、うん、うちももう帰らないし、弟は。うん、で、カナダの方もカナダに住む予定だから、あの、お墓の土地のこととかいろいろやってる時に、結局三男の、三春、三男のおじさんの息子、名義にしようっていう話になっていて、うんうん、あ、なんかすごい現実的な話をしてるって思った。うんうん、あれでもなんか、あの、 ジュジュさんのアボジュはいつか故郷に帰って住むのが夢だったんじゃなかったっけあ、今まだに行ってますよ。このコロナを考えるともう来年ぐらいには帰って田舎で暮らした方が良さそうだって言ってほうほう家を直す費用とか計算してる。へえ。ー。でも帰らないでほしい。田舎すぎるから。<laughs> <laughs> 地方のクンスとかが今年はもう 帰省はしないでいいですよとか、もう今年は贈り物だけしましょうみたいなそういうことをなんか一生懸命今韓国ではキャンペーンの真っ最中なんですけどね。うん,うん。でも本当に帰省しないとなるとやることないですよね。ああ、だからうん、今年は、今年のお盆休みは本当にやることがなかった。やることないですもんね。うん、しょうがん、だから結局仕事ばっかりしていた。<laughs> <laughs> 今在宅勤務で仕事とプライベートの境目がめちゃくちゃ曖昧になってるんで、うん、あの夜遅くまで平然となんかメールを返したり、レポート書いたりしてるので<ー>、うん、なんかもう土日も休まず、結局なんか今年の夏休みはずっとそればっかりやってたな。へえー。ー、うん。あんまり良くないんですが。そうですね。うん、でもやることないしな。<laughs> じゃあ次いきますかね。うん、なんかこの名前を聞くと韓国人がみんな震え上がるという話なんです。最近ちょっと非常に話題になっています。うん、自動性犯罪者のチョドゥスンが12月に刑期満了で出所するのを控え、京畿道安産市の自宅に戻る意思を明らかにしたが、被害者が彼の自宅から1キロの距離に住んでいることが分かった。アドンジェジャチョドゥスンに12월満期、出所を앞두고、 京畿ある安山市関係者は9月11日、朝鮮日報に、両方、チョドスンと被害者の家の住所は個人情報であるため公開できないが、1キロほど離れているとして、被害者家庭と一帯の住民が大きな不安を感じるものと予想し、四角地帯に防犯カメラの追加設置を進行中、と述べた。 한 안산시 관계자는 11일 조선일보에 양쪽 조두순과 피해자 집 주소는 개인 정보인 탓에 공개할 수 없지만 1km 정도 떨어져 있다며 피해 가정과 일대 주민이 큰 불안감을 느낀 것으로 예상해 사각지대 반범 카메라 추가 설치를 진행 중이라고 말했다. これに先立ち、チョドスン受刑者は7月、アンサン保護観察所の心理カウンセラーらと面談中、罪を反省しており、出所すれば物議をかもしたくないとして、妻が住んでいる京畿道アンサン市タノンクにある自宅に戻ると話していた。朝鮮日報によると、アンサン市はチョドスンの自宅に近いある公園に、防犯カメラが2から4個ついた柱を5個追加で設置し、来年度もこの柱を約10本設置する計画だ。 안산 보호 관찰소 심리 상담사들과 명담중 죄를 뉘우치고 있고 출소하면 무리를 일으키지 않고 살겠다면서 부인이 살고 있는 경기도 안산시 단원구에 있는 집으로 돌아가겠다고 했다. 조선일보에 따르면 안산시는 조두순 집과 가까운 한 공원에 반범 카메라가 두네개 달리는 기둥을 다섯 개 추가 설치하고 내년에도 이 기둥은 열여개 세울 계획이다. 法務部のアンさん保護観察所も同様に、チョドスンの再販の可能性を低くするため、1対1の電子監督をはじめ、飲酒制限や児童保護施設への接近禁止、外出制限など、特別遵守事項を追加する監督スタッフも4人つく。 법무부 안산보호관찰소 역시 조두순의 재범 가능성을 낮추기 위해 1대1 전자감독을 비롯해 음주제한, 아동보호시설 접근금지, 외출제한 등 특별 준수사항을 추가한다. 감독인력 역시 4명이 붙는다. 被害者の父親は、ちょうど数週間後も絶えず恐怖心を訴えてきた。2017年ノーカットニュースには、本当に恐ろしいと、とろし、2013年には CBS に、子供の事故が起きた後、あと10年したら悪いおじさんが世の中に出てくるはずだが、その時に私が有名になれば私を見つけやすいから勉強しない、という手紙を書いた、と打ち明けた。 피해자의 아버지는 조두순 수감 후에도 끊임없이 두려움을 호소해왔다. 2017년 노콧뉴스에는 정말 공포스럽다고 토로했고, 2013년에는 CBS에 아이가 사고난 뒤 앞으로 10년 있으면 나쁜 아저씨가 세상에 나올 텐데, 그때 내가 유명해지면 나를 찾아내기 쉬우니 공부 안 하겠다고 편지를 썼다고 털어놓기도 했다. チョドスン容疑者は2008年12月、アンサンで小学生を拉致して教会のトイレに連れ込み、性的暴行を加え、重傷を負わせた容疑で懲役12年の刑を言い渡された。チョドスンは2008年12月アンサン에서초등학생을납치해、교회화장실로끌고が선폭행하고、심한부상을입힌혐의로、징역12年형을선고받았다。はい、この、チョドスンという名前は、 韓国ではものすごい有名で。いやー、恐ろしい。うん。このね、女の子が、ちょっとなかなか口では言えないのですが、一生消えない肉体的な傷を負ってしまい、という事件が、この事件発生の翌年にテレビの特集番組とかで放送されて、話題というか大きな恐怖を与えた事件なんですね。うん。で、まあ、韓国はあの、えー、基本匿名なんだけど、性犯罪者というのは、 名前が、実名が公開される仕組みになっているので、うん、この、チョドスンサコンというのが、まあ、韓国のある種、性犯罪の代表的なというか、うん、まあ、かなり、うんえー、有名な事件として今も記憶に残っているというわけ。あの、はい、で、まあ、裁判で懲役12年、たった懲役12年かと思うかもしれないけど、当時の韓国の法体系からすると、 あの、過去の判例からすると格段に重い。うん,うん。うん。心身交弱とかも裁判で認定されてるんだけど、それを加味しても懲役12年。プラス、電子足場装着7年、個人情報公開5年の刑だったわけなんだけど。うん。で、それが刑期満了でもうすぐ出所してくるというので、韓国社会が今みんな震え上がっていて。う<ー>で、出所反対のオンライン国民請願とかがまた、 こう出たりしているんだけど。まあ、出生を防ぐことはできないので。怖いですね。うん。奥さんのところに帰るんだ。うん。奥さん受け入れるんだ。しかないんだろうな、きっと。うん、まあ。与党が、児童性犯罪者は再犯したら仮釈放なしの無期懲役刑に処するという特別法発議している。 もう一度。え、えっとね、自動性犯罪者が再犯犯を犯したときに。あ、再犯の時うん,うん。再犯をしたら仮釈放なしで無期懲役っていう,う、ね、法律を作ったりもしているんだけれど。うんね、れうん。私は、性犯罪者、しかも児童に対する、うん、ね、犯罪者に人権なしと思っているんだけれども。うん。うん、でも、日本社会は、電子足話とか、もう、情報公開っていうのも、 人権侵害ということで、なかなか踏み切れずにいますよね。人権侵害だから踏み切れないというのかなそれを一応理由にはしているけれど、性犯罪被害者の人権保護という議論がそもそも少ないような気がする日本の場合。ではあの、踏み切れていないのは踏み切れていないのはそもそもそういうものをすべきだという声が弱いから。えー、そううん。 じゃないそうかな。電子や手話のことって、うん、性犯罪の話になると、いつも海外ではこうやってやってるけれど、日本ではって。うん。じゃあ、じゃあそういう法律を作りましょうという動きが出てこない。確かに。うん。性犯罪者は実名を公開して、住所も全部公開されるんだけど、韓国では。 まあそれも結構いろんな議論の末に、割と早い段階でもう2000年代初頭ぐらいにはそういう法律が整備されているんだけれど、うんえー、じゃあそれをやることは是か非かという議論自体がそもそも起こらない。そうですね。うん、いやまあ韓国でもちょっと今ここでチョドスンのその生産な犯罪が、あのあまりにもみんな記憶に焼き付いているので、うん、あのチョドスン釈放反対っていう、 まあそういうオンライン国民生顔も出たわけだけど、はい。あの、さすがに釈放するなとは言えないわけよ。うんう,んう,んうん。うん。ではどうするかという。で、一旦法律、一旦もう裁判で刑が確定しちゃった人を、そのさらに刑を延長して釈放するなということは言えないわけで、はい。ではどういう対策を取るかみたいな話だと思うんだけれど、うん。うん。そういう対策の話が出てこないなという気もするし、あとまあやっぱりね、この、 自動性犯罪者ってやっぱり病気だと思うので。うん。うん。心理カウンセラーとかあの、ちゃんとなんか犯罪心理の専門家による教育を、ちゃんとなんかそのメンタル面でのきちんと治療を施さないといけないと思うんだけれど。はい。小さな女の子がいる母としては本当に恐ろしい。そうだね。12月ぐらいにまた大騒ぎになるんじゃないかという気がするんだけれど。うーん。うん ね、罪は償ったわけですが。うん、それは法による処罰の限界なわけです。 さて、ちょっと楽しい、ほんわかする話。はい、はい。韓国で初めて生まれたエヴァーランドのメスの赤ちゃんパンダが生後1ヶ月を迎えた。生まれた直後、197グラムに過ぎなかった体重が1キロと5倍以上増え、目と耳など体のあちこちには黒い模様が現れ、堂々としたパンダの姿を備えるようになった。サムスンブッサンリゾート部門は7月20日にメスのアイバオとオスのラーバオの間で生まれたメスの赤ちゃんパンダの生後1ヶ月目の姿を8月23日に公開した。 한국에서 최초로 태어난 에버랜드의 암컷 아기 판다가 생후 한 달을 맞았다. 태어난 직후 197g에 불과했던 몸무게가 1kg로 5배 이상 늘었고 눈과 귀를 비롯한 몸 곳곳에는 검은 무늬가 나타나며 어엿한 판다의 모습을 갖추게 됐다. 삼성물산 리조트 부문은 지난달 20일 암컷 아이바오와 수컷 라, 러바오 사이에서 태어난 암컷 아기 판다의 생후 한 달째 모습을 23일 공개했다. 生まれた直後の赤ちゃんパンダは体長16.5センチ、体重197グラムで、母親の体重の600分の1に過ぎず、肌はピンク色をしており、よく知られるパンダの姿とはだいぶ違った。しかし、生後10日頃から、黒い毛が生える毛穴の中の黒い模様が見え始め、ふっくらとした体つきに黒い直キを着たように、目、耳、肩、腕、足、尻尾の周辺には黒い模様がはっきり現れた。 태어난 직후의 아기 판다는 몸길이 16.5cm, 몸무게 197g으로, 어미 몸무게의 600분의 1에 불과할 만큼 작았으며, 피부는 분홍빛을 띠고 있어 흔히 알려지는 판다의 모습과는 어, 거리가 있었다. 그러나 생후 10일 무렵, ...부터 검은 털이 자라날 모낭 속에 검정 무늬가 보이기 시작했으며 통통해진 몸매에 검은 조끼를 입은 것처럼 눈, 귀, 어깨, 팔, 다리, 꼬리 주변에는 검은 무늬가 확연히 드러났다. 赤ちゃんパンダは母親のアイバオが自然保育しながらパンダワールド内部の特別居住地で生活している赤ちゃんパンダの発育状態を確認するため獣医師飼育員で構成された専人チームが5日ごとに母親から赤ちゃんをしばらく分離して健康検診を実施している8月初めからはアイバオに産後の休息期間を与ええー、赤ちゃんパンダには栄養補充時間を与えるため担当飼育員が毎日1日3時間ずつ赤ちゃんパンダの面倒を代わりに見ている 현재 아기 판다는 어미인 아이바오가 자연 포육하며 판다 월드 내부 특별 거처에서 생활하고 있다. 아기 판다의 발육 상태를 확인하기 위해 수의사, 사육사로 구성된 정담팀이 어, 5일마다 어미에게서 새끼를 잠시 분리해 건강검진을 실시하고 있다. 이달 초에는 어이바오의 <music> この時間は赤ちゃんパンダの成長発達に役立つ粉ミルクを飲ませ、保育器の中で楽に昼寝をさせる。アイバオには産後の保養食として新鮮な竹や柔らかい竹のコなどを提供している。パンダを担当するカンチョロン飼育員は母親も赤ちゃんもパンダも健康な状態を維持しているとして、 アイバは母親初心者にもかかわらず、一日中赤ちゃんを抱いているほど強い母性愛を見せている、と話した。 이 시간에는 아기 판다의 성장 발달에 도움을 주는 분유를 먹이고, 인큐베이터 안에서 편안하게 낮잠을 자게 도와준다. 아이바오에게는 산후 보양식으로 신선한 대나무와 부드러운 죽순 등을 제공하고 있다. 판다를 담담하고 있는 강철원 어, 사육사는 어미와 아기 판다 모두 건강한 상태를 유지하고 있다며, 아이바오가 초보, 엄마임에도 불구하고 하루 종일 아기를 안고 있을 정도로 강한 모성애를 보이고 있다고 말했다. 어머, 귀여워라 네. 뭔가 럭사가 <laughs> 아 기래. 뉴스다. えっと、ちょっとこのニュース古いんだけど、9月10日かな? 生後50日の段階でまた発表されていて 体重はさらに倍になって2キロ、<ー>一人で寝返りを打てるようになったそうです。かわいいですね。かわいい。うん。間んと忘れてしまった上の動物園にいるパンダなんて言うんだっけシャンシャンだ。うん、シャンシャン。シャンシャンみたいになんか大行列でみんな見に来るようになるんですかね。ねえ<ー>。うん、いやー、うん、エバレンドが옛날에、うん、ヨーイン農園はいはい。に寄せって、その옛날옛날에乗るのが본적있어요。 へえ、それはもしかしてパンダを見に行ったんですか普のパンダのおっそす걸えっとね、実は韓国にパンダが初めて来たのは1994年で、うん、これもやっぱりヨンインチャヨンノンワン、エバーランドの前身に、うんミンミンとリーリーってのがいたんだって。걸、うん。じゃあ、多分わからないね。んうん、なんか、タラムジなんとか、リスなんとかっていうのみ、乗り物が 다람쥐 꼬리처럼 이렇게 둥글둥글 둥글 이렇게 뭐の 마와르 놀이모노가 돼. 응. 그놀이모노 자체가, 나 자신이가 마을. 아, 하이, 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 하이. 응. 그래서 처음에는 다람쥐 같아서 이름도 다람쥐 뭔가 뭔가였고, 어 oh, 귀엽다, 저거 타보고 싶다 해가지고 타봤는데 엄청 무서워가지고. 그런 거 있네. 무서운 거. 타면 무서운 거. 네, 그런 추억. 4位だから結構遠いよね。ちょっとね。まだそのどうやって公開するかって全然決まってないらしいんだけど。うん。きっと公開したらみんなワンサカー訪れるのかな。でもコロナですしね。うん、おそらくなんか人数制限とかするんだろうな。うーん。うん、いやー。いや、もともと、<だ>そのなんかアイワウとラーワウって2016年にやってきたんだって韓国に。うーん。エバーランド開園40年記念。うーん。うん ずっとだから子供を産ませようと思って頑張ってきたんだけど、なかなかうまくいかなかったのが、おそらくコロナでエヴァーランドのお客さんがガッカクッと減って、だからストレスがなくなったからし、お<ー> <laughs> ポンと生まれたんじゃないかと。おわお。うん。言 <laughs> う気もするんだよね。<laughs> 黒くな。うん、へー。 근데 네. 근데 샹샹처럼샹샹도 원래는 더 일찍 중국으로 가야 됐었지만 여기서 너무 사랑받고 있으니까 응 도쿄에서 조금 더 있기로 했잖아요. 마, <laughs> そうね。あと、まあ、なんか延長はするらしいんだよね、そういうのって。あの、神戸の王 <laughs> 神戸の王子動物園っていう… ところにパンダがいるんだけども、<ー>そのパンダ人,人間で言うと70歳ぐらいで40年ぐらいずっとレンタルされ続けていて、うんうん、で、本当はこの夏に期限が来る、うん、予定だったんだけど、あの、やっぱ新型コロナで、当面、うん、飛行機が飛んでいないからという類で当面、こう、返還は延長になったらしい。<ー>うん、あれ、생각보다パンダが여기저기い 、네、 んねうーんと、そうね、なんか仙台でもパンダをえ。えちんちゃ。

근데 거기 사진을 볼 때마다 너무 사랑스러워 가지고 완전 힐링. 뭔가 ね, 판다를 보면 癒されますよね.癒されて全てのことを忘れてしまう.わかる.뭐なんですかね,あのパンダの力はね. 저희 회사 선배가 너무 힘들어 보여서 일을 하시는데 정말 힘들어 보이더라고요. 그래서 선배님, 판다를 보세요. 판다 보면은 <laughs> 되게 마음이 사랑스러워지고 너그러내져요 라고 말씀드렸는데, 음. 그 선배한테는 효과가 없었어요. 에코, 아쉽게도, 안 <laughs> 음, 네, 판다 보면 이렇게 마음이 편해지는데. 음. パンダ来るとなんか本当にものすごい人が押し寄せるからなぁ。客寄せパンダ。客寄せパンダとかいう言葉は日本にもあるし、あの、韓国は中国との国交正常化してまだ30年ぐらいなので、あの、外交の節目で動くわけじゃない、あの、うん、パンダ外交。そう。一応なんかアイバオとラーバオも、あの、2014年に習近平主席が韓国を訪問しているので、そこで、 そういう話になってっていう話だったらしいから。あ<ー>まあ、なんか中国からすると割と戦略的な贈り物。うんまあなんか日本もそうよ。ちっちゃい頃見に行って見えなかった覚えがあるけど、ランラン韓国は日中国交正常化の時のあれだしうん、うん。パンダの歌とか韓国でも作るんですかね。パンダ、ウサギ、コアラ。 ですかうー <laughs> ん。ど <laughs> うせ、んね、タレミラン、ケイソ、クロニ、クレマン듣 <laughs> んと。なんか、ランランとカンカンの時は、なんか、歌が、なんか、結構、すごい歌だったのね、うん。お、お歌ってください,い。パンダがな、あんまり人気者だでな、たぬきがな、おいらもいいちょ、やってみるべと、パンダに化けたとよ、って歌。へぇ <laughs>、えー。 で2番は「狐もパンダに化けて」えー、3番はそれで漁師が生け捕りにしようとする歌なだた怖い怖い歌じゃないですか <laughs> うんきっとオンラインとかで中継するんだろうなパンダの味が味いるみはおんねよまだないというわけでパンダの話題はちょっとまた出てくるんじゃないかと思っていますはーい <music> 今日読んだ記事のスクリプトや詳しい説明はニュースで韓国語のブログに掲載しています。iPhone のポッドキャストアプリでお聞きの方、ちょっとずらすと下にエピソードメモが出てきます。そこからすべてリンクしてあります。それでは、おぬるんいままちげすみだ。さよなら。にゃんいげせよ。